早期科学において、位相空間 X の任意の点 X に対し、ある金棒 U が存在し、U の X の中への放眼射像により導かれる、U の基本群から X の基本群への順同形が、自明になる場合、X を半極初端連結であるという。ハワイの耳ミ輪ミは、半極初端連結でない、明らかに、極所端連結な空間は、単連結な空間同様、 半極所単連結である。半極所単連結でない空間の例としては、ハワイの耳輪がある。これは、ユークリッド平面上で、生成数 n に対し、中心、半径1、n の円のは集合である。すると、原点の任意の近傍は、例にホモトープでない円を含む。半極所単連結性は、極所単連結性よりも弱い。これを見るため、 ハワイの耳輪状の円錐を考える。これは、勝ちじみであり、従って、反極所単連結であるが、明らかに極所単連結ではない。被覆空間論では、ある空間が、古上連結、極所古上連結かつ、反極所単連結である場合、かつその場合に限り、普遍被覆を有することが知られている。ありがとうございます。